皆さんこんにちは。バトラー新井です。羊の仕事事事術 TV。今日は超富裕層ビジネスの成功法則についてお話ししたいと思います。特にこの超富裕層ビジネスの成功法則の中でも、超富裕層の人脈、お金、時間の価値観が普通の方とはちょっと違いますので、ここを説明してさせていただいて、皆さんの 超富裕層ビジネスののの成功のやり方などのヒントにしていいただければと思いますまずですね、超富裕層の定義なんですが、一般的に超富裕層と言われるのは、世帯、世帯のですね、1世帯当たりの金融資産の額がですね、保有金融資産の額が5億円以上というのを超富裕層というふうに定義しております。ですので、今日これからの動画も、 超、まあ、富裕層って言葉で一般的に言いますがこれは超富裕層つまり世帯,世帯あたり金融資産が5億円以上持っているというです、ね、あのお宅のことだというふうに置き換えてお話を聞いていただければと思います。羊ビジネスというのはいわゆる超富裕層のお客様向けのですね仕事になります。 出自はですね大体あの年間150万から200万ぐらいあ年間じゃなくですね月間150万から200万ぐらいの費用がかかりますがこの費用を払ってまでやはり自分の時間であるとか、えー、生活をですね快適にしたいという思う方というのはですねやはりあの超富裕層のお客様ですのでこの超富裕層マーケットで弊社はですね12年間 仕事をしてきてきますので、ここで得たノウハウとか知見特に今日は人脈お金時間についてですね、えー、お話をしていきたいと思いますまず富裕層の価値観1つ目人脈についてなんですがこれがですねまたちょっと我々一般の人たちとは超富裕層人脈に対する考え方が違いますでまあ一般に人脈と言われるんですが人間関係ですね どのような人と付き合うか、どのような人と付き合うかです。で、普通の人はですね、我々普通の会社員とかの方たちと比較的、この人間関係っていうのは、好き嫌いよりも損得で人を選ぶ傾向があるんじゃないかなと思います。特に会社勤めしている方ですと、例えば飲みに行くとか、 あるいは、ゴルフに行くとかです、ね、あるいは冠婚葬祭に出席するというのはやはり会社の上司であるとか同僚であるとか、まあ、同僚であるとかですね。あと、まあえー、そういう、まあ、いわゆる利害関係のある方自分がその人と付き合ってると得をするという方 を中心ににしした人間関係ななっていいるんじゃないでしょうか特に営業をやっている方であるとか起業している方あるいは経営者の方というのはどうしてもまあそういう人間損得の人間関係ですね特に取引先であるとかですねお客様そういった方を大切にするんじゃないかなと思うんですが超富裕層の方々ですとこの人間関係人脈に対する考え方なんですが損得よりも好き嫌い 好き嫌いで人を選ぶ傾向、付き合う人を選ぶ傾向があります。で、なぜかというとですね、やはりあの、まあ、損得、まあ、好き嫌い、つまり、あ、好きな人と、まあ、好きな人、お気に入りの人、気が合う人と付き合って結果的に得であれば、まあ、全く問題ないんですが、じゃあ、どっちか取りますかって言われたら、やっぱ好き嫌いなんですね。超ユースの方々はもうすでに、 ある、まあ、一生、あのー、遊んで暮らせるぐらいの資産をお持ちの方がほとんどですんで今更例えばですねあ気が合わない人と、まあ、この人と会えばあんまり気が合わないけどこの人だったらなんか自分に徳を運んでくれそうだとかあるいはビジネスになりそうだとかそういうふうな形で付き合わないですね。それよりも、まあ、純粋にこの人といて楽しいかどうかというところに焦点を 焦点を持ってですね人を選んでいる付き合う人を選んでいるという傾向があります一番分かりやすいのがこの超富裕層向けに営業に行く方々なんですね超富裕層のお客様私ども出自を入れていただいている超富裕層の,のお客様というのは例えば損得で選ぶんであれば付き合う営業マンは自分にいい条件を提示してくれるあるいは あの大企業に勤めて大企業のまあ営業担当者であればですねまあ大きい会社であればいろんなサービスいろんな商品持っている自分にとって得だとえそういう観点で選ぶ,選ぶんですがそうではなくてそれよりもその営業マン個人が自分が好きか嫌いか応援したいかしたくないかとそこだけで決めてしまうんですねですので超富裕層の方々が付き合ってる営業マンって例えば会社が変わったりとかあるいは 扱っってる商品が変わったりある時は高級車高級会社をですねあの販売してる営業マンだった方が例えば次転職されて保険になったとしますよねそうすると保険になっても付き合うんですねですんでこれ売ってるものとかその所属会社ではなくてその方本人が好きかどうかというところで非常に選んでるんじゃないかなと思いますこれがまあ富裕層のまず 1>, 1点目人脈に対する考え方ですね人間関係に考え関する考え方で2つ目がですねお金に対する考え方ですねお金たくさん持ってますんでまあいわゆるですねもう普通に暮らしてれば、まあ、あるいはあるいは贅沢して暮らしてもですね使い切れないぐらいのお金を持っている方がほとんどなんですがこの方々お金に対する悩み1つ目がこれです欲しいものがないんですね 欲しいい。ものがないつまり世の中にある商品とかサービスでサービスは大体もう変えてしまってるので欲しいものはだいたい買い尽くしてしまってるんですねあるいはそのサービスを受け,受けてしまってるというふうですですので自分の欲しいものがもうなくて困ってると誰か僕の欲しいものを見つけてくださいという方が多いんですね。 でですのでやはりあの富裕層ビジネスというのは非常に豪華であるとかあるいはラグジュアリーであるとかそういったものを作ることが、まあ、実は富裕層の攻略じゃないかと勘違いされている方多いんですがそうではなくてですねその富裕層の1人のお客様に対して特別なカスタマイズの商品またはですねサービスを作っていくというのがポイントになります。ででですすのであともう1つはですね お客様のご自身で気づいていない欲しいものを探すっていうのがですね一番まあその超富裕層向けに商品を販売する方の必要なスキルになります。でこれは具体的に何かというと質問のスキルになるんですね。そのお客様にさまざまな角度から質問を投げかけてその相手の方が 本当の本当に欲しいものは何か本当のニーズは何かっていうのを汲み取っていくという質問の席です。これはまたあの違う機会にですね動画を上げていきたいと思いますんで、えー、その時までちょっと楽しみにしていただければと思います。つまり欲しいものがないっていうニーズに対して欲しいものを探してあげられるっていうのが非常に重要なスキルになってくるかなと思います。 最後はですす。ね、3つ目が時間になりますでこの時間に関してなんですがまず1つ目この方々というのは忙しいと思われがちなんですが実はそんなに忙しくないんですね。というのが雑多なことであるとか、まあ、雑用ですよねこういったものは他の人に、まあ、お給料を支払ったりとかあるいは我々のようなバトラーにですねお願いすることができますんで忙しくはないんですよ。 ただ忙ししくはなないい。んですが、が無駄な時間が欲しいこれ裏を返すとつまりお金がありますんで時間さえあればいろんな楽しいことができるわけですよね。ですのでそういう楽しい時間とかあるいはたくさんこう満喫できますんである意味ですねこう人に時間を無駄にされるのはものすごく嫌だという方がすごく多いです。 ですので、例えばホテルのですねこう,うプレミアムチェックインとかですねそういうのは非常に受けるわけですよねつまり忙しいわけではないんですけど時間を無駄にされるとですねものすごく損した気分それだけ何か自分がくつろいだりとかですね楽しんだりとかあるいはエンターテイメントを見たりとかそういったものが結局失われてしまうという感覚に陥ってしまうということです2つ目がですね独特の時間の観念がありますこれ 資産と時間のエレベーターと呼んでるんですが、つまりですね、このエレベーター、お金を持てば持つほど、このエレベーターとはずっと上がっていくんですね。例えば皆さんですね、学生時代を思い出していただきたいんですよ。学生時代ってあんまり大部分の方がお金なかったと思うんですが、お金ないときはやっぱり次のアルバイトの、例えば給料日であるとか、あるいはお小遣いがもらえる日、だたい月、 1>, 1ヶ月単位とかですね、3ヶ月単位とかでお金のことを考えているわけですね。ただ、ですね、この資産を持てば持つほど、直近の生活のリスクであるとか、お金の苦労というのはなくなっちゃいますんで、つまりどん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 見通すのがです、ね、10年後、20年後、30年後、場合によっては、自分が死んだ後のことをです、ね、考えて、お金のことを考えると。 いう国ですね、時間軸がどん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 長くなってくるんですね。ですのでそういう超富裕層向けの方々にお金の話をするときは1ヶ月とか3ヶ月とか短期的なスパンではなくて5年後10年後20年後30年後場合によってはその方が次の世代に資産を引き渡す時,代あ時間軸でですね あの答えてあげると非常にヒットしやすいこの方々にとっては受け入れやすいお話になっていきますですのでこの資産と時間のエレベーターお金を持てば持つほどその先のことを見通して考えるようになるというのを頭に入れておいていただければそういうお客様と接する時にですね良いヒントになるんじゃないかなと思います えもしこの動画はですね役に立ったと思いましたら、あのいいねボタンをお願いいたします。また、よろしければ、えー、毎日更新しておりますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ごご聴ありがとうございました。